久保さん、ぼやきにしましょうか。あの、今は亡き野村監督ね。あの、僕は野村監督結構好きなんですけど、あの、ぼやきっていう本がありまして、ぼやきっていう本がね。まあ、テレビでもぼやき、野村のぼやきみたいなのありましたけど、本も出てまして、僕はその本を見たときに、なんですかね、まあ違う受信をしたんですよね。た分そのぼやきっていうね、 あの僕もコンテンツでぼやきみたいなのあったりとかするんですけど、僕は違う受け取り方をして、あ、野村監督はこのぼやいても金に作れるんだみたいな。だって本出して、まあ僕は今から買うわけですよ。野村監督のね、ぼやきという本を。あ、野村監督はこのぼやいても金にしてるんだなっていう。まあしている、まあもちろんビジネスをガリガリやってる人ではないので、ただそのね、 まあ出版社からちょっとご依頼があったのか分かんないですけども、でも僕はまあビジネスやってたので、あぼやきでも買う人はいるんだっていうね。まあ僕も買おうとしてるからね。そう。で、まあ結果的に一番最初にやったのが、そのかなり昔ですけども、R34 思考、あ、34思考なんだっけな、ちょっとそれにしとこうかな。一番最初にやったのが、思考34思考。 ぼやき思考か。そう、ぼやき思考ですね。そう、ぼや、R34 ぼやき思考っていうのをやってたんですよ。で、それは何かっていうと、まあ僕が34に乗り,乗りながら、車に乗りながらぼやくっていうあの動画を撮ってたんですよ。で、それ撮ってたら、なんかあの、リスナーの人から、いや、吉野さん、R34 のぼやき思考っていう、あの、ぼやき思考めっちゃいいっすね、みたいな。なんか違う側面が見えて、 いいっすみたいないただいて、まあそれもやってみて思ったのが、何ですか、こうぼやき思考ね、多分ね、R34 ぼやきが100本ぐらい取りましたね。うん。そう。まあいろいろやって分かったことがありますね <laughs>。だから野村監督ではないけれども、僕らもぼやいていいって言ってくれる人がいるんだっていう新しい発見ができましたね。でもそれを、 なんですかね、そういう受け取り方をしていなければ、多分僕が R34 ぼやきっていうのが、一番最初そのぼやきコンテンツはそこから始まってったんですけど、しかも移動中ね、車運転するの好き、きあのいっぱい僕はするので、その時間もったいないじゃないですか。まあそこでなんかできないかなって言って、ね、やったんですけど、うん、だからその受け取り方によって、まあ自分のその、 結果は変わるのかなもちろんその後の,アク,ションのアクションしなければいけないですけどねでもその受け取り方ができなければアクションもしづらいですよね発想が生まれないですからただ本を買って終わりいい話を聞いたな終わり多分人生あんま変わんないですよただ一時だけなんか勉強した知識がついたっていう一時の何ですかね満足感は得られるかもしれないですけどその後の人生に大,大した影響はないっていう話ですよね だ僕もいろんな本を読んできましたけど、結局僕が人生変えられたのは、その、昔はね、あれだったんですよ。本を読んで終わりだったんですよ、僕も。だけどビジネス勉強するようになって、それをどう受け取ってどう使うかっていうのがすげえ大事なんだなっていうのは分かったんで、もはや、まあ、最後の方は、タイトルですね。タイトルを見て稼ぐっていうね。そう。本のタイトルを見て、なんですかね。 あのその本のタイトルが、まあこれセミナーでも使ったんですけども <laughs>、セミナーでも話したんですけど、その、何すか、物は売るな、あの、価値を売れみたいなね、物は売るな、価値を売れとか、物は売るな、物語を売れとか、な,なんかそういう感じのタイトルだったんですよ。で、価値ってなんだ価値どうやって売ればいいかなとか、まあそ,そのタイトルを見てね、あの、いろいろアイデア浮かんできて、で、 あのもう価値を売るためにはどういうコンテンツどういうサービスがいいかなっつってそれを商品化して売ったっていうねうんだからまあ本当にどう受け取るかって結構どう受け取ってどう使うかっていうのが結構やっぱ人生の大きなウエイトだと思いますよ まあこれもなんかあれですよね。まあよく話しますけど、稲森和夫さんの話よく出しますけども、松下幸之助さんのその講演会の時に、まあこれ生き方という本の中に書いてあるんですけども、松下幸之助さんが経営セミナーをやっていて、で、まあいい話をしてるわけですよ。だけど綺麗事みたいな受け取り方をしてる人がほとんどで、いや松下さん、松下さんの講演は確かにいいこと言ってるかもしれないですけど、具体的な売り上げの作り方を僕は聞きに来たんだと。うどうやったら売り上げを作れるんだみたいな。それを聞かせてくれ。 でね、松下さんがね。いや、売上げの上げ方はよう分かりまへんな、みたいな。ただ、売上,上げ上げたいと思うんだったら、まあ、あなたがやってるね、そのビジネスはよく分からんと。だから、売上げのやり方も分からんと。だけど、売上げを思上げようと思う気持ちがないと飽きまへんがな、みたいなことを言ったら、まあ、会場中失笑でしょうね。こいつは何を言い出すんだ、みたいなね。<laughs> 何を言い出すんだ、みたいな。でも、稲森和夫さんだけが、電流走った、みたいな。確かに、この言葉は真理だ、みたいなね。 確かに思わなければ何も始まらない。やっぱこの人はすごいみたいな。で、結果的にその稲盛和夫さんもね、もう亡くなっちゃいましたけど、まあすごい、あの、ドンになりましたよね。日本海の経営のドンみたいな。だから受け取って、その後どういうアクションをするかによって、本当に、まあすげえ変わりますよね。もう間違いなく、そのセミナーに参加していた人の中で一番、うん、まあ売り上げを上げたのは稲盛和夫さんだと思います。<laughs> 100%ですよね。 多分100%そのセミナー会場の中で大きく売り上げを上げたのは、そのどうやったら売り上げ作れるのか、その話を聞かせろって言った人じゃなくて、確かに、松下さんの話は真理だと。ね、すごい <laughs> って受け取った人は、まあ日本のトップになってたっていう話ですね。いってらっしゃい。